半門天における韓国軍兵士と朝鮮軍兵士朝鮮半島の軍服は、李氏朝鮮末期や大韓帝国時代の軍服、日韓併合後を経て、日本敗戦後の独立後1948年の両国建国以降現在までの大韓民国、朝鮮民主主義人民共和国における軍服の特徴と変遷を中心に述べる。李氏朝鮮の時代までは、 民族衣装に似た具軍服などが着られていたが、李氏朝鮮末期や大韓帝国時代は、軍隊の西洋化、近代化とともに、幕末、明治日本軍や新朝の西洋式軍服の影響を受けた。日本からは、軍装品を含めた軍需物資の援助を受け、日本で一部生産されていた関係もあり、大韓帝国時代の軍装は、明治の日本軍の軍装に非常に酷似していた。 一方で、ドイツ軍式ヘルメットであるピッケルハウベや、常服に、検証の取り外しなど、同じく不読世中であった、日本の軍装より、その影響を強めたり、階級故障でも当時の新国新軍の影響も、見られる。当時の朝鮮半島と周辺諸国の複雑な関係を反映したような、軍装であった。日韓併合後、大韓帝国軍は解体され一部部隊は、 日本軍に吸収されるに従って、朝鮮半島としての軍装も消滅したが、抗日独立組織の幸福軍や、独立軍、朝鮮決死隊、また、朝鮮民主主義人民共和国の歴史上では朝鮮、人民革命軍において、独自の軍装が作られ、ゲリラ軍兵士などが来ていたとされているが、詳細は不明である。第二次世界大戦後の東西冷戦の最前線である、 分団国家として出発したという事情から、朝鮮半島の二つの国の軍服は、大韓民国においては、西側諸国とりわけ、アメリカ合衆国、朝鮮民主主義人民共和国においては、ソビエト連邦、中国の軍服の強い影響を受けた。さらに、例えば同様に分断国家であった、東西ドイツの軍服と比較すると、大韓帝国時代の軍装はほとんど両者に、 受け継がれず南北分断以前に日韓併合によって非独立国であったことも手伝い南北両国を通じて共通する意装もほとんど存在せず同一民族が全く系統の異なる軍服を着用しそれが軍服に対する東西両陣営の発想の違いを端的に示す形となったただし廃納などの一部の装備品にはかつての旧日本軍の影響が 両者もに残っている。別技軍は、具軍服と呼ばれる白い冠服の上からボタン付きの、緑の馬打ち技巧を着用した、汎用風軍服を着用していた。帽子はカッをかぶる。1895年になると、西洋式教練を行う訓練隊向けに、高層32年4月8日、直令第78号、陸軍服総規則が制定。 明治初期の御神兵のような黒いシングルブレストの爪襟にピッケルハウベ、あるいはカッを被っていた。続いて、同年9月5日の直令165号によって、直令第78号の全軍適用による様相化が通達され、ググン軍服は廃された。1897年の大韓帝国への会合に当たり、軍装も各種バリエーションが制定された。 明治19年正式とよく似ているが、大観光室の家紋である理科が随所に盛り込まれている。皇帝は1898年頃より、雇用エビス服を着用していたが、1899年減帥服装説を、木に大減帥服装規定が制定される。1895年正式風のおつね服装と、1897年正式風の 六骨服型の五霊服層から構成された。1907年、ハーグミッシ事件を機に大元帥と元帥の階級は廃止され、構想は1900年正式霊服の袖に草花模様の刺繍の入った大上皇大霊服、順州は1900年正式霊服と同一となる。1897年制定。 両側の付け根が、理科の衣装となった五列の肋骨服で、エポレット式検証と欠皮棒を着用。襟には階級に応じて理科が入る。一貫で左右一個ずつ、両貫で襟外側金線が足され、花は左右二個ずつ、召喚では日本の左貫に似た伝紋が入り、花は左右三個ずつとなっている。袖章は、人字型の細線の頂点を理科の形に結んでおり、 階級は、太線の上に連なる細線の数で示す。1900年以降、明治19年正式のようなフロックコート型となる。階級の配列は変わらないが、袖章の細線の下に、太線が入るようになる。騎兵平は、上着が赤である。1897年以降、明治19年正式の影響を受けた軍装となり、帽子も、金属帽章のついた欠皮帽となる。 将校は、陛下士官同様に、ショルダーストラップ式の検証がつくようになっている。袖将の黒線の配列は、礼服と同じだが、この時点では礼服にまだ入っていなかった太線が、細線の下に入る。兵士は、明治8年正式略服の影響を受けた、あるいは、日本軍から余剰品を購入したホック式のグニーの着用も見受けられる。やがて世界的風潮にのっとり、 1906年5月22日に直令、第24号による陸軍服総規則をもって明治38年正式風の帽子と軍服に明治37年戦時服のような袖章をつけた新型軍服を採用したが大韓帝国軍は解体されてしまったため短命に終わった。朝鮮系抗日組織の多くは国内での活動がままならず大陸を軍事拠点とした。 したがって、軍服もその拠点とした地域における援助組織の影響を色濃く受けている。例えば、初期の東北部を拠点とした独立軍諸派は、中国北洋陸軍風、あるいはソ連赤軍風の軍服を着用しているケースが多く見受けられる。中国国民革命軍の訓練を受けた朝鮮、義勇隊は、略防や軍医は 国民革命軍の民国18年正式や民国24年正式を供与された。韓国幸福軍の軍曹は朝鮮義勇隊と同様に国民革命軍と同じ軍曹であったが、略防は青天白日章の代わりに対局章をつけていた。この傍将は1943年後防制を対局章と派で囲んだ図式へと変更される。 対戦末期になると、米軍装備が中国軍に普及されたことを受け、M41 ジャケットやアイクジャケット、ジャックブーツなどを使用するケースも見受けられる。1945年2月になると、幸福軍は独自の制服を有した。この制服は折り襟で、胸2点はプリーツ入り丸型の針、ポケット、腰2点はフラップとなっている。左胸に舞台章をつける。 左胸ポケットに万年必要の穴があるなど国民革命軍の影響も残る。米軍式の西棒を使用、略棒は日本軍風の顎紐のついた戦闘棒や日本の国民服用のような耳当てのついた戦闘棒、米軍式ギャリソンキャップを使用するようになる。陛下賞は襟につけ、階級賞は軍艦は肩、貸し卒は袖につける。階級古賞は 大韓帝国時代を強く意識したものとなっている。制定からわずか半年で終戦となったことで調達が間に合わなかった、あるいは調達はされど、それを着用して記念写真を撮る余裕がなかったためか、この制服を一式着用している例は、上級指揮官以外、少なく多くは、米軍の軍装との混用や、日本軍や開拓団から旅客した被服を改造したこともあった。 一方、東北抗日、ツラネ軍などの共産党系抗日パルチザンは、帝国陸軍の軍装内視開拓団の共和服を、露覚した、あるいはその影響を強く受けたと思われる制服を、着用しており、九十八式国を彷彿とさせる、折り襟のグミにサムブラウンベルト、赤い星のついた、戦闘棒といった出立ちであった。しかし、こうした姿は、プロパガンダ上、 好ましくないと判断されたのか、現在の高日パルチザンを取り扱った各種宣伝芸術では、戦闘棒ではなく行軍のようなハンチング棒に変えられている。女性兵士はソ連式のクラッシュキャップ、プリーツスカートであった。大韓民国国軍創設前の前身組織である南朝鮮国防警備隊では、当時朝鮮半島に多く残された、 急に本軍の余剰軍装品を多量に使用した一方で米軍式の制服やアイクジャケットを導入し軍装面からは徐々に日本軍的な要素は排除されていった。これは後に日本で創設される自衛隊の前進組織、警察予備隊の当時の制服の状況と非常に似た過渡期軍装であった。 この時期に階級章や階級制度などが制定、整備され後の大韓民国軍軍装の基盤を作り上げていった。1946年1月15日に傍賞が制定された。将校は刺繍性、貸し卒は金属製で、ムクゲの花を歯で囲むデザインである。このムクゲの花の中には4月に大局章が追加された。また、同月に、 米軍成長軍務局のハリー・ビショップ・中佐の公案により金属階級賞も制定された。将校は縦長の長方形の中に、左官は大局賞、異官は横長の長方形で階級を示した。行事服を着用する3、軍議上兵朝鮮戦争までは、米軍の第二次大戦時軍曹、60年代から80年代までは、ベトナム戦争時軍曹を基本とし、 90年代以降は、迷彩服やボディアーマーの普及と、西側諸国の世界的な流れにおおむね沿った変遷である。朝鮮戦争前後まで引き続き強く残っていた、旧日本軍の影響も、1960年代には、ほぼ米軍式となった。今なお残る旧日本軍の影響として、陸大卒業記章や指揮官章などが挙げられるほか、戦闘服のポケットのア蓋メブタに、 階級賞を取り付ける点もその名残ではないかと指摘されている。また、近年まで廃納には通称、タコ足と呼ばれる天幕や反合を取り付ける紐がついていた。特戦団などの特殊部隊や郷土予備軍では1960年代、70年代からダックハント迷彩などが使用されていたが、一般部隊では1980年代まで基本は OD 色の戦闘服だった。 1990年代から全軍統一で米軍のウッドランド迷彩を元にした反転迷彩が登場し、近年は A 氏迷彩をヒントにした新型迷彩を導入している。装備品は実質米軍の第二次大戦装備の M1936 装備やベトナム戦争装備の M1956 装備を基礎にしているが、蒸気の排納など細かな箇所は やはり独自的に形や形式、材質を変えられたものが多い。ヘルメットは長年 M1 ヘルメット型であったが、1990年代から米軍に習ってフリッツ型を導入しつつある。西服、勤務服、礼服製帽の防晶韓国軍では制服に相当するものを制服と呼称する。四季のはっきりした音帯に属する韓国では、 夏正し服と冬制服の2種類が存在する。冬制服は国防警備隊の頃から継承され1960年代までは茶色であったが70年代以降ダークグリーンとなった。夏正し服は米軍のトロピカルドレスの影響を受けた明るいカーキ色であったが1980年1月9日以降冬制服と同色となっている。 歌詞卒業も衣装は同じだが、憲兵、軍学隊、儀上隊を除き徴兵された兵士には支給されない。1967年に将校との区別化のため、織り襟となったことがあったが、71年に再び解禁に戻された。兵下賞は襟の下部両側につける。将校は、米軍の US に習いの気象を襟上部につけていたが、 朝鮮戦争以降は見られなくなった。士官は袖に黒のパイピングが入り、遺官は3センチメートル、左官は4センチメートル、小官は5センチメートルとなる。副士官は正金症をつける。米軍の影響で2017年改定により、礼服と統合されることになり、礼服と同一の袖症が追加されることとなった。聖望には1962年夏頃より、 顎紐とひさし部分に金色の装飾があしらわれるようになる。ひさしの装飾は、召喚は、ムクゲの花二輪、左官はつぼみ八個、葉二十枚、つぼみ六個、葉十四枚である。遺憾はなし。召喚は1975年以降腰回りにも装飾が追加され、1979年に一旦廃止されたが1980年1月9日の改定で復活した。 またこの時に装飾が金属製となり、顎紐が金色となった。女性性服は1959年に制定され、当時の性暴はギャリソンキャップであったが、1963年以降ハイバック型となった。礼服は、下着は白、陶器は黒となっており、エポレットに似た先の丸い形状の検証をつける。基本的に召喚や駐在武官にしか支給されない。 1961年7月1日の国防第4672号制定では、ショルダーノッチ型であったが、1963年3月18日より、ショルダーボード型に変更。その後、1967年1月9日、大統領令、第2869号改定、1971年2月25日、大統領令、 第五五千百三十八号、九百七十五年九月三十日、大統領令、第七千八百三十七号を経て徐々に丸みを帯びるようになり、1980年一月九日、大統領令、第九千七百十三号で、現在の形となった。議場兵や軍学兵の礼服に相当するものとして、行事服がある。共に詰め襟だが、議場兵は、上着が、 灰色、軍学兵は赤となる。軍学兵は第五共和国時代には折り襟もあった。霊峰兵は軍学兵と同様だが帽子とズボンが黒。戦闘服1946年以降、朝鮮戦争前期にわたり、米国軍事援助産業服と呼ばれる米軍の HBT ジャケット戦闘服を着用していた。 韓国軍の戦闘服が正式に規定されたのは1954年9月である。当時は戦闘服ではなく作業服と呼称していた。ズボンのポケットの位置を下方に調整した以外はアメリカ軍のそれと大差はなかった。1965年、韓国軍独自の衣装として肘、膝、腰などの摩耗しやすい部分に補強用の布パッチを取り付けた通称。 とっても軍服を採用したが、短命に終わった。1967年、ウイングカラーを適用しズボンのポケットを中ポケットに変えた。またこの時、正式名称を作業服から戦闘服に変更した。1971年2月には、リジウェイキャップだった帽子を野球棒タイプに変更。また、そう、ズボンの外に出す形で着用したが、 背が低く見えるという理由から不評であった。1973年にはポケットを小型に変更。1990年11月23日より、全軍共通で、緑、カーキ、茶、黒の4色より構成された、ウッドランドタイプの反転迷彩が採用された。牡蠣と陶器の2種類があり、牡蠣はポリエステル65%、コットン35%となっている。 証工用階級賞にはダークグリーンの検証が採用されたが判別しづらいということで93年に明るいグリーンへと変更された。また1996年頃には明細の色調が全体的にやや明るく変更された。2006年11月よりデジタル明細への改正案が発表され2010年10月12日5色の デジタル迷彩が正式導入された。基本的に陸海空共通だが、海兵隊及び特選のみ、迷彩のパターンや色彩が若干異なる。生地は、ポリエステル65%、コットン35%で、伸縮性、防臭性に優れ、反転迷彩の問題点であった、耐久性が解消された。また最断面では、上着が、ボタンから、 カスナー式へと変更され、裾は1971年正式のように、ズボンの外に出す形で着用することになった。また、韓国軍の大きな特徴であったアイロン掛けをする、必要もなくなった。靴は防水性に優れた比較となり、重量も3分の1へと軽量化された。一方で、オールシーズンであったことから、下記の通気性に難があり、兵士からの不満が続出した。 これを受け、新型デジタルでは禁止されていた袖まくりが許可されることとなった。2014年5月23日、3年間の今用期間が終了。8月25日には、旧型半柄戦闘服が軍服取り締まりの対象からも除外されたことが発表され、 これをもって陸海空軍すべての部隊がデジタル迷彩への完全移行となった。部隊称は上腕部のポケットの上に縫い付けていたが2015年1月頃から A 氏迷彩のようにポケットと一体となり面ファスナーとなった。帽子はデジタル迷彩導入に伴い JSA 警備や海軍、空軍を除きダークグリーンのベレー帽となった。兵士は布刺の帽子を 福祉官は、階級賞を廃止、兵卒は傍賞のみである。皇術の特選要員の他にも、郷土予備軍は1970年代から、レパード迷彩捜作隊や特攻隊は1980年頃から、一般部隊に先駆けて、ウッドランド迷彩を使用していた。このほか首都防衛司令部では、通称、 地震服と呼ばれるハニカム構造のような独自の迷彩服が支給されていた。国軍情報司令部では、タイガーストライプや DPM 迷彩、アードル迷彩など、複数の迷彩を使用していた。捜作隊、偵察隊、特攻隊は、任務中は、ブッシュハットを使用することが多い。ガスマスクは、MQA1 のコピー品である k ム q a 1であったが、1980年代より、 国産の K1 ガスマスクが導入された。戦闘靴は軍人協再開などより支給されるものであったが、非常に劣悪だったため全面改正に合わせて2009年9月より、トレックストと,と供給契約を締結、同社製造のゴアテックス戦闘靴が支給されている。特殊戦司令部要員は、特殊空挺旅団の早々起来独自の戦闘服を有しており、また、 最大の特徴として黒いベレー帽を被っていることが挙げられる。第三共和国第四共和国期には、ダックハンター名彩や、中西服と呼ばれるヌードルパータン名彩が、第五共和国期には、米軍ウッドランド BDU の影響を受けた、独者名彩が使用されていた。1990年には、一般部隊と同様のウッドランド名彩が、 導入されたが、上着左上腕部のシガーポケット及び、ファスナー、下の電部ポケットの雨蓋の有無、ボタンフライの数など細部が異なる。2010年以降のデジタル迷彩は、一般部隊よりやや明るめの色調となっている。なお、707特殊任務大隊や、旅団偵察隊などの特別任務につく部隊は独自の黒い戦闘服を着用し、X フィルヘルメット等の使用例も見られる。 同様の戦闘服は各軍団の憲兵特殊任務隊などでも用いられる。階級賞はベレー帽と肩につけ、部隊章は右胸につける。幹部は階級賞を兵は特選旗章をベレーの黄色い縦状の布につけていたが、2014年4月1日の改定により、幹部は階級賞の上に昇降用特選旗章、兵は 平用特選気象のみを付着するようになった。なお、JSA 警備大隊も特選迷彩であったが、2016年、頃に通常師団と同じ加工が迷彩となった。その他特殊被服新兵訓練における遊撃戦訓練を指導する遊撃教官は、日差しが長く角張った帽子を被る。この帽子は、貸し卒は赤、士官は黒である。また、一般の戦闘服に、 半分だけ白生地を貼り付けた独自の戦闘服を着用する。半門店でも見る機会の多い憲兵は、冬は爪襟、夏は半袖シャツを着用。両肩に白い職所をつける。学生軍事教育男子館候補生は、断服と呼ばれるダブルブレストのブレザー制服を着用。1946年2月に、小校、6月に福祉館を呼び、 兵の階級が制定された。初期の軍服は日本海軍の影響を色濃く残しており、副士官は詰め入りであった。また水平棒のペンネントは漢字で大韓民国海軍と表記されていた。1952年に海軍副製令を制定して以降はほぼアメリカ式となり、水平棒のペンネント表記もとハングルになっている。また、 海上自衛隊の海士の制服と比べて、丈が長いなど、アメリカ海軍の様式に近いデザインである。海兵隊も、米軍の影響を非常に受けた衣装であり、緑のブレザーに、カーキのネクタイとシャツ、礼服は爪り、戦闘服はタイガーストライプ柄で、八角棒を着用。また、一般部隊も、迷彩服を着用することもあるが、 デジタル迷彩導入後も野球棒タイプのままである。ユットや海岸救助部隊のウッドランド迷彩は陸軍通常部隊と異なり、4つポケットのエポレットなし、貝のポケットに蓋がつくという構造であった。ユットでは迷彩のベレー棒、州では八角棒が使用された。デジタル迷彩導入後、ユットでは灰色のベレー棒となり、州は引き続き迷彩柄の八角棒。 また、ユットでは、マルチカム迷彩を使用することもある。将校及び福士官は、サービスドレスブルーに相当する冬制服と、サービスドレスホワイトに相当する夏制服のほか、サマーホワイトに相当する解禁の半袖シャツの、夏略制服がある。冬制服は1987年11月より一時陸軍が高い賞をつけることがあったが、 1992年11月に廃止された。水平の制服はセーラー服で、西望は水平棒型の A 型と米海軍のディキシーキャップ型の B 型がある。夏正服と西望 A 型は、機上隊と軍楽隊のみ支給される。夏略西聖服は半袖シャツであったが、2017年9月29日より、セーラー服型となった。士官学校生徒は、 襟と袖に怒りの気象が入る。街灯は、将校はシングルブレストのコート、兵用は4つボタンのピーコート。将校の冬勤務服は藍色、夏勤務服はカーキ。防寒用に陸軍と同じジャンパーを着用。兵には、米海軍のユーティリティに相当する海上平戦等服がある。このほか大和型小海底の陸民は全階級統一で、 高速艇部区と呼ばれる上月なぎ型勤務服が支給される。潜水艦の陸民にも潜水艦部区と呼ばれる独自の勤務服が支給される。一見通常の勤務服と似ているが、耐火性に優れているほか、左腕には戦闘服のように腕のポケットがあり、背中には腕を上げた時に袖が後ろに引かれないように処理されている。海兵隊の軍服と規制部区は、 基本的に陸軍と同じデザインだが、ブレザーは緑が強く、中に着用するシャツとネクタイはカーキ色である。カキは半袖となる。かつてはカキにも上下カーキ色のブレザータイプの制服が使用されていたが、1970年に廃止された。現在のカキ制服はそれまで夏略制服ないし夏、勤務服として使用されていたものをカキ制服としたものである。 柿ズボンは、カーキ色と陶器と同じグリーン色が混在していたが、1982年にグリーンに統一された。陶器製物は採用以来大きな変化はないが、1970年に袖章が追加され、1986年にブレザーの色がスイカ色と呼ばれる青みのかかった緑に変更された。また、当初襟には階級章がついていたが、 1987年1月に廃止された。礼服は1960年代に制定されたもので、夏は海軍一般部隊と似たギャバ人製の白い爪襟、冬は黒の爪襟で襟に装飾が入る。勤務服は緑色で、1987年以降、襟が脳体式に変更。勤務服には性帽もしくは八角帽を着用していたが、 2016年より海軍一般部隊同様、略服にもギャリソンキャップが導入されることになった。戦闘服は1960年代は特選のダックハンター迷彩等を使用していたが、1977年によりブロックパターン迷彩を使用。1990年には陸軍と同じブチ柄迷彩服となったが、2010年以降のデジタル迷彩は海岸を想定し、 タイガーストライプ調となっている。ネームプレートを右胸ポケットと平行に取り付けるのも大きな特徴である。八角棒の前面には階級賞を付けるが2014年から兵卒は付けなくなった。制服の制定は1949年10月。制定当初は灰色のブレザーであったが1952年3月改定で夏制服はシルバーグレー。 冬制服は、紺のブルザーとなった。いずれも材質はウールであったが、1976年改正で、冬制服はウールもしくは紺棒、夏服は紺のテトロンもしくは紺棒とされた。略服は1949年10月制定された。紺のアイクジャケットで、アイク服とも呼称されていた。下記にはネクタイを外して、襟を上着の外に広げるといった。 日本陸軍防うよいのイチョウ襟のようなスタイルであったという。現在のようなネクタイのついたシャツスタイルとなったのは1952年3月である。夏勤務服は、将校は上下シルバーグレーのウール、または、コンボ素材、菓子卒は、カーキ面式の脳体半袖であったが、1975年7月以降シャツは、水色、ズボンはコンになった。また、 冬勤務服は1978年にネクタイが廃止されたが2012年に復活した。主観候補制の礼服は1955年に制定され、1963年11月改正で冬服夏服の区分をなくし、1974年に現在の形となった。昇降礼服及び万産服は1975年制定。 昇降用外等は1952年制定当時、前合わせの内ボタンないしジッパー式の絨毯性オーバーコートであったが、1963年以降、ダブルブレストのトレンチコートとなった。一方で、貸し卒向けには1962年に竹の短いダブルブレストのコートが制定され、1976年にジャンパーに変更された。しかし、 警備員や駅員に誤認されるなど現場からはすこぶる不評であり、2012年よりコートに戻された。朝鮮人民軍の軍服に関する情報が当局から公開されることはほとんどなく、その種類や変遷は写真や映像、あるいは脱北した元将兵の証言から考察せざるを得ないのが現状である。襟に階級章がついたカーキ色の人民服風の軍服と、聖望。 もしくは戦闘棒を着用していることが多い。兵科士官はソ連型のプルオーバー型の軍服が基本である。ソ連軍と中国人民解放軍、そして旧日本軍の軍装から強い影響を受けていると一般的に言われる。2011年の金正日総書記の死去以降、旧態依然としていた朝鮮人民軍の軍装は大きな分岐点を迎えつつある。 すなわち軍学隊や人民保安部の女性軍人へのハイバック型製暴、空軍名誉衛兵隊への青ブレザー、カキシャツの導入など、西側やロシアの要素を取り入れたものとなっている。その一方で、女性軍艦向けに1960年代に使われていたハンチング型製暴の復活、朝鮮戦争期のカキシロキーチェリの衣装を盛り込んだ略霊装の導入など、 金日成主席時代の要素復古の傾向もあり、金正恩第一初期の改革方針を軍装にも反映させる意図が伺われ、その改正は毎年日を追うごとに目まぐるしく行われている。2013年に朝鮮中央通信が発表した記録映像では、軍服を我々の革命武力の性格と使命が反映され軍事行動にも便利なだけでなく、 時代的美観にも合わせ見事完成させることに乗り出す。戦略を明らかにしたとの声明がなされており、今後より、朝鮮人民軍の軍装は大規模な改定がなされる、ものと推測された。そして2016年以降、そうした声明を反映するかのように、旧体依然としていた、野戦服も驚くほど急速な近代化が行われつつ、ある。 朝鮮人民軍の軍服が制定されたのは1947年のことであると思われる。当時はソ連軍のそれにもっと酷似した軍服であり、軍艦は爪め襟式で検証のついたキーチェリ、陛下士官は折襟であったが検証式の戦士服であった。その後、1958年から全軍事称号で折襟の人民服タイプに襟称が基本スタイルとなり、 現在も軍事称号制度に若干の改正はあるものの、1960年代からほぼ同一である。その後、礼服として灰色に近い茶色をした検証のつく、解禁式の軍服、将校、将官の上金服として、戦闘服と同じ色をした解禁式の軍服が採用され、詳細は不明だが1985年頃には、現在の区分が出来上がったものと思われる。 女性はズボンを使用することはモンペを彷彿とさせるという理由からスカートを履いているが、野戦等の時はズボンが許可される。スカートは70年代まで紺色のプリーツであったが、現在では上着と同色のタイトスカートとなっている。海軍の軍服もソ連海軍の軍装が原型であり、陛下士官はセーラー服、軍艦はオリりリ式の軍服である。空軍は陸軍とほぼ同じ。 デザインの軍装であるが、陛下色と気象が陸軍とは異なり、また西帽に気象が入る。軍艦用戦闘服、外出服祭壇は、ソ連のキーチェリ型とほぼ同様である。ポケットは胸のみでボタンはない。色はカーキで、陸軍の場合、襟、袖、そして袴に赤いパイピングが入る。空軍はパイピングが青色であること以外には、陸軍と同様。夏になると、 白い上着も存在した。折り襟になった以外は祭壇の衣装に大差はないが、袖、及び袴のパイピングが廃止されたシンプルなものとなった。1970年代までは乗馬ズボンも使用されていたが、現在では護衛司令部や名誉衛兵隊要員を除きスラックスのみとなっている。着用対象は、基本的に軍艦だが、護衛司令部の他に、 軍学隊や反問店刑務隊や宣伝隊などの特別待遇軍人たる戦士にも支給される。礼服1958年の被服改正に伴い、新たに一般将校を対象とした解禁式の礼服が採用された。当初、色はオーディ色で鉢巻きもなく、また女性は蝶ネクタイを使用し紺のプリーツスカートを履いていた。現在では以下の清掃、礼装。 そして、略霊装の3種類がある。清掃は1970年に採用されたもので、集会や海外要人との会見などといった、一般的な場や反問店警備隊などでも日常的に用いられていたが、1985年より、その役割は常勤服にとって変わられた。現在では主に軍事パレード闘技例の場で着用されるのみである。 1958年正式の礼服と似ているが、色合いは明るいカーキー色で、帽子には赤い鉢巻きが入り装飾も華やかなものとなった。検証はショルダーボード型。ズボンには2本のストライプがついている。ポケットは胸2点と下部2点の計4点であったが、92年に胸ポケットが廃止され、同時に召喚礼服襟賞と、 左官令服絵理章のデザインも変更された。2011年の金正日装飾誌巨時に、召喚の帽子の装飾が廃され、その後赤い鉢巻も廃された。2015年10月10日の闘争券70周年、記念式典では新たに職所をつけていることが確認できる。1985年頃に採用されたもので、やや古臭さの残る外出服や清掃と比較すると、 比較的洗練された印象を受ける。機能性、実用性を重視し、装飾を控えたシンプルな衣装となっている。祭壇は4つボタンのブレザー。検証は、ショルダーループ型で、ポケットは、下部2点のほか右胸にもある。召喚以上は、帽子の腰回りに冷装と同様の装飾が入っていたが、こちらも、清掃と同様、2011年以降に廃止された。 半門店刑務隊や説明員などの重要職務に着く軍艦にはカキシャツも支給される。ソ連軍のブルゾン型聖火シャツと似ているが、腰の調節タブと絞り部分にボタンがつき、胸のポケットにはブリーツが入る。長袖タイプと半袖タイプがあり、長袖の場合はワンタッチ式の短いネクタイを着用。2013年頃から召喚向けにも新たなカシャツが、 導入された。こちらは、解禁で、腰の絞りはゴム型である。2012年4月15日の金日清生誕100周年、宿外閉式にて、新たに導入が確認されたもの。前述の柿白、キーチェリを強く意識し対象となっている。上着は、白のウリエリで、階級章は肩につけ、襟には、赤で寄った、白用型の金色の装飾がつく。 サムブラウンベルトを使用する場合もある。袴は紺色で赤のパイピングが2本入っており、スラックスと乗馬ズボンの2種類がある。帽子は官房ではなく略帽を被る。勲章の廃用は略樹で行われる。なお、これまで召喚の中でも上昇給仕卒といった最上級の軍人しか着用が確認されてこなかったが、 2015年10月10日の逃走権70周年記念式典では学校部隊と思われる下級軍艦も着用しており着用対象は不明。主な構造は通常の外出服や戦士服と同様だがソ連の M69 のように軍事称号を示す検証と朝鮮人民軍の基礎のみが入った襟章が付く。戦士級だけではなく部隊長以外の軍艦も着用する。 ソ連のように取り外して、平時の外出服と共用しているのかは不明。2015年の越平式では、検証、襟証ともに外側を黄色で囲むようになったが、2016年10月10日の闘争圏70周年に越平式では再び元に戻っている。2017年4月の対応節越平式では、清掃のような袖状が追加された。また、 迷彩服にも同様の仕様がなされていることが確認できる。護衛司令部所属と思われる、越平式での警備要員、軍学隊などに支給される仕様も同じ構造だが、襟と袖そして袴に赤いパイピングが入り、検証の両端に藍色のパイピングが入る。聖望はソ連軍タイプのいわゆるフランシカである。外出服の場合、召喚級の顎紐が、 金ボールであることを除いては、昇降歌詞館の衣装に違いはない。ただし、歌詞官兵や下級昇降の場合、クラウン部の骨が不十分のため、面を詰めることで過労じて高さを保っている。1990年代初頭より、ソ連ロシアの影響で、クラウン部が高くなった。清掃は赤い鉢巻が入っていた。昇寒の場合、清掃、冷装ともに、鉢巻部に、 金の装飾がつき、この装飾は92年に若干の改正がなされたが2012年までに全廃された。王将は金属だが、召喚は金の刺繍となる。女性は、兵士は、ベレー帽、士官は、クラッシュキャップ式の官房であったが、1970年代に、ベレー帽へと統一された。しかし2011年4月頃より、陸軍、 空軍の軍艦及び長期服務士官と学校生と軍艦候補生にクラッシュキャップが復活。また、将官は男性と同タイプの官房を被るようになった。一方、戦闘棒はソ連とは異なりケピ帽のような独自の形状をしている。これは官房よりも先に制定され、デザイン自体は朝鮮戦争前後の時代から現在に至るまでほぼ変化はない。両側には、 防寒のため耳当てがついており国民革命軍の使用した企画棒を彷彿とさせる軍艦は全面に2本の赤線が入るが物資不足のためか稀に菓子艦でも着用していることもあるまた減水クラスは顎紐に金ボールがつく2011年頃の改定で高くなった菓子艦兵は平時戦士服が基本である47年正式では ソ連軍の35、41型ギムナスチョルカの影響を受けつつも、朝鮮の伝統衣装であるパジのような幅の広い、ズボンと解禁時のガスフラップを特徴とする。58年改正以降は折り襟であり、ズボンの丈も外出服と変わらないが、そう、ボタンで止めるものもある。材質はテトロンもしくは面製で、訓練、作業等の平時には、面製を使うが、ギレージに、 テトロン製を使うといった使い分けの規定はないとされる。夏服の支給は3月末に行われ4月1日に衣替え、冬服の支給は11月中旬に行われる。支給頻度は一般部隊は2年に1回、警府標、偵察部隊は毎年である。サイズは身長によって3号、4号、5号などと分けられており、4号が一般的とされる。なお例外として、 公兵部隊は規律の悪さから通常の軍服を着用することが許されなくなったため赤茶色のブルゾン型といった独自の作業服を着用兵、歌手間は労働赤英軍兵士が被るものと同様ハンチング帽と赤い青書軍艦においては通常の戦闘帽をかぶる迷彩服は航空陸戦隊 海上狙撃旅団などを中心に、かつてのソ連軍など東側の軍隊に多く、見られたつなぎ式の迷彩服を、通常の軍服の上から着込む、古いものであり、迷彩の形状、パターンは主に3から4色からなるシンプルな、ダックハンターだった。色は濃い緑、薄い緑、ベージュ、濃い緑、薄い、緑、赤茶色、焦げ茶色など複数が確認できる。帽子は、 略棒やウシャンカを被るが、1992年の朝鮮人民軍総研60周年記念式典には、迷彩服と同じパターンの略防の使用が確認できる。このほか、台南新東用に韓国軍の迷彩を模倣することもあった。しかし、これらの支給は前日の特殊部隊等一部の部隊に限られ、以降21世紀になっても、長らく基本的な軍服に、 迷彩は取り入れられない、近年ではもはや珍しい類の軍装となった。これは、共和国の深刻な経済状況により全軍支給ができない、あるいは一戦級部隊のみでしか迷彩服が必要視されていないことから、迷彩服を大量生産するラインが確立できていないためと推定されている。こうした問題は朝鮮人民軍側も重く受け止めていたようであり、 2000年代より独立して着用するタイプの試作迷彩服を3種類ほど製作。一つは中国人民解放軍の87式、迷彩や99式迷彩に似た4色パターン。もう一つは自衛隊の、そしてもう一つは韓国軍のブッチ柄迷彩風であったが、いずれも模様が縦長でやや細かくなるなど独特なものであった。 これらは、師団級と思われる複数の軍部隊で着用され、特に人民解放軍風は、2005年の人民解放軍の演習、北 -2000 号を関越する駐在部官も着用した。ポケットの形式は針ポケット型で2つ切れ込みが入る。上着のほか、両腕上腕部にも1点ずつ存在する。両章は左胸につけており、星の数とその左側の縦線で示していた。 そして2010年、全部隊対象と思われる、迷彩服が正式導入された。ポケットの形状等は試作品に近いが、迷彩パターンは87式迷彩や99式迷彩により近くなった。また、両賞も試作品の独特なものではなく、通常の軍装と同様のパターンの軍事称号を襟につけることとなった。ただし、停止認生を意識し下地は緑で、その周りを、 陸軍の場合赤で囲む。エリフは国境部隊を除き基本的につけないものと推測される。まずは国境警備にあたる朝鮮人民内務軍などの前方手段を中心に支給が始まり、用を負うごとに普及率は高まりつつあると考えられる。しかし、厳しい経済状況の中でこうした急速かつ大量生産は生産側にかなりの無理を強いたようで、 軍服の記事室の悪化や製法の簡略化などが多く行われており、基本的な耐久性すらも疑問視されるほどである。2016年10月に韓国メディアで現物が紹介されたが、縫い目が整理されておらず、返し縫いは仕上げが正しくされていないなど、非常にずさんな作りであることが明示された。また、着用者によれば肌触りも悪く、 規定サイズよりも小さいとのことであるこのため、輸入した方が安上がりであるため、朝鮮族を通して中国国内の工場に外注したり、広報部隊では07式名祭の導入で不要となった人民解放軍の99式名祭服を安値で買い取っているとされる。ヘルメットは長らくソ連の SSH-42 似た古めかしいものに、 迷彩ヘルメットカバーを被せていたが、2011年頃より、半門店警備隊を中心に、ケプラ製内紙プラスチック製のフリッツヘルメットが現れた。2015年、2016年の越平式の映像でもヘルメットは、フリッツヘルメットにほぼ置き換わっており、かなりの数が急速に普及していると思われる。パスグッド型ヘルメットに似ているが、顎紐が4点式で、 ヘルメットカバーではなく直接塗装しているようである。また、2016年12月11日に公開された人民軍第525軍部隊直属の特殊作戦大隊による青瓦台襲撃訓練では、暗視装置や防弾ベスト、ニーパッドなど装備の急速な近代化が確認できる。2017年対応説での越平式では、こうした 近代化装備の兵士が登場し、デジタル迷彩仕様であることが判明した。またこれ以外にも、灰色など多様な迷彩パターンが見受けられる。さらに2020年10月に行われた軍事パレードでは更新した部隊のほとんどすべてが、新種の迷彩が施された戦闘服になり、防弾ベストやニーパッド、フリッツ式のヘルメットを装備していた。 モバイル端末らしきものを右腕のポケットにしまっている兵士も見られた。また多したような戦場を想定しているのか、砂漠迷彩や寒冷地用の迷彩が施された部隊も新たに登場した。防寒服としては、ソ連式のテログレーカと呼ばれる服に似た綿の入れられた特徴的な被服がある。この防寒服は、九州南西海域工作戦事件において自爆した。 工作船から回収された遺留品の中にも同型の防寒服がある。また防寒棒も同じく、ソ連式のウシャンカ型である点も、各共産権軍装とも共通した特徴である。一方、軍艦及び特別大軍軍人たる戦士が制服と併用して着用する通常勤務用の街灯は、ボタン4個2列、ダブルブレストのチェスターフィールドコートであり、召喚。 減水クラスとなると、袖性がつく。軍艦、戦士ともに軍艦と戦闘靴の2種類があり、戦士の場合、戦闘靴は、地下足と呼ばれ、1年に1足、狙撃、警布票、偵察部隊支給頻度は1年に2足、軍艦は2年に1足とされるが、物資不足から更新がままならず10年に1足の、ケースもあるという。更新頻度は、軍艦も同一だが、 ウエスケ以上の高級軍艦は、毎年河瀬の単靴が支給される。靴下は基本的に配給されず、高級軍艦や一部の長期服務士艦など、エリート層を除いて、ソ連軍式のポルチャン機を使用する。兵科省は、階級症状部に併記されていたが、92年改正で、陸海空の3軍種のみと、簡略化された。芸術宣伝隊、体育団、 軍学校生と軍学隊博物館員は本来軍事称号を明記する検証、エディ賞の部分に特殊兵科賞を付ける。1998年から導入された長期服務士官制度は通常の戦士給料賞とは異なり、黄色の下地に赤線で軍事称号を示す。この制度は技術系、巡視官等の説があるが詳細は不明。海軍の了承や 各パイピングは黒を基調とする。軍艦の制服は色を除き陸軍と同じ祭壇だが、パイピングの代わりに袖にも、階級章が付く。傍賞は清少に白羊を廃止その上に、怒りが付く。陸、空軍と同じく上近服や、霊装も同様にあるが、軍服の色、気象、ボタンは、海軍独特である。上近服のアイシャツは白、水色。 カーキ色等が確認される。セーラー帽のペンネントには朝鮮人民軍海軍のチョソングルが入る。陛下士官の階級賞はセーラー服であるため、長方形の検証式となる。またベルトバックルには海軍を示す怒りと星の重なったマークが入るバックルとなる。また、陸上勤務者は戦士級にも黒い外出服も支給される。夏服は上着よび聖望が白色。 冬服は黒色となる。袴は夏冬一貫して黒である。空軍の了承や核パイピングは青を基調とする。洋部の帽子は陸軍と同一で、ソ連空軍のように別個にクラウン前面にウィングマークがついていたが、2014年頃に洋部の帽子と統一された。航空要員はグリーンの布製、あるいは 中国空軍が2004年まで使っていた59、式の夏飛行側服、冬飛行側服と、ほぼ同型の革製のフライトジャケットとズボンを使用している。ヘルメットはソ連で1960年代に導入された ZSA-1-3 と思われる無線機内蔵の革製飛行棒の上から、バイザー付きヘルメットを被るタイプのもので、1983年2月に、 韓国に亡命した、理由兵隊員単位や1996年10月に亡命したリチョルス単位も被っており、この頃にはすでに導入されていたものと思われる。警察機関である、人民保安省の保安員及びその順、軍事組織である、朝鮮人民内務軍将兵の了承や、各パイピングは緑を基調とする。また、外出服は共にキーチェリー型となっており、 1947年正式を復古させたような印象を受ける。社会安全部官かつ当時の保安員の制服は、1970年代は紺色の折り襟で張り、ポケット、両章は肩で示していたが、後に現在のようなカーキ色のキーチェリ型となる。王章は2014年までは縦の下側を白用で囲んだ。 円形状で、縦の中には朝鮮労働党の紋章の入った赤星を内側より白円と赤白青の十角形で囲んだ。2014年以降は縦と白洋型となり、十角形は内側より赤青の二色となった。ズボンは2000年代半ば頃から紺色になったが、少なくとも2008年末以降にはカーキに戻された。2014年に大規模な改定がなされ、 帽子の変更、また、雨蓋にボタンがつくようになり、カキシャツと女性向けにハイバック型の帽子が導入された。軍艦上金服は、陸空軍と同様の解禁ブレザーだが、両賞は清掃と同一であり、また中のシャツは焦げ茶色となる。交通保安員制服は、冬季は青色、夏季は白のオリエリーで、90年代以降、ピョンヤンのみ解禁となる。 朝鮮人民警備隊は、社会安全部の管轄当時よりその任務上、人民軍と同様の軍装であったが、両将は緑であった。人民武力部管轄の頃より、両将を赤で囲むようになる。朝鮮人民内務軍への組織変更に伴い、人民保安員と同一の制服となったが、傍傷は人民軍と同一となる。また、常勤服は、 シャツの色が明るいカーキ色となる。ただし、人民内務軍機動隊は、保安員軍装を着装する。野戦装備は、陸軍と同じ戦士服であり、国境警備という任務上、迷彩服も広く普及しているものとみられる。この迷彩服は、陸軍とは異なり、襟リ賞は、外出服と同じものを使用、また略防には軍艦であることを示す黒線が、入っている様子が確認できる。 式典を取り扱う軍楽隊や競争団要員、名誉衛兵隊では任務上様々な特殊軍装が使用されている。演奏時、軍楽隊員は基本的に礼装を着用する。朝鮮人民軍競争団や航空国家、合唱団などのステージで演奏する、競争団と一平式で演奏する軍楽隊では任務の違いからそれぞれ細部が異なるため、以下で個別に解説する。 まず、競争団の礼装は、一般軍艦と同様のものであるが、ブレザーの襟が赤いパイピングで縁取られる、メインボーカルを務める人物は、紺色のズボンを履くなどの点で、相違点がある。また、襟賞、検賞には、軍事称号を表記せず特殊兵科賞のみをつけることが、多い。この競争団に要因用礼装は2011年、以降の一般将兵の赤八巻廃止後も、 変更されることはなかったが、2013年7月頃から8月頃の改正で、鉢巻が廃止されると同時に、帽子章や袖章の装飾、金モールの顎紐、触書などが追加され、検証は赤から暗い金色となった。一方、軍学隊の礼装では、男女共に名誉衛兵隊とよく似た5つボタンのダブルブレザーを着用する。金と赤の逆 V 字型の袖章が付き、 エディショーは五角形となっている。ただし、メイン位置に立たない、選手級は、パレード用検証をつけたリり襟の外出服型上着を着用することもある。13年改正以降、こちらの冷蔵も大規模な改定がなされた。検証は、エポーレットとなり、ケピボーをこむることもある。また、女性の場合、軍艦級内視識者、メイン位置に立つと思われる人物は3つボタンの、 シングルブレストへと変更。戦士級内視後方位置は爪襟。いずれも帽子はハイバック型となっている。名誉衛兵隊では、昇降用制装に似たダブルブレザー式の軍装が前回級の将兵に導入されていたが、軍学隊と同時に行われた2013年6月頃の大規模な改正で、ブレザーの中に爪襟シャツを着用。 また帽子腰回りや袖の装飾も華やかとなったほか、空軍は青いブルザーとなった。2018年の2.8節頃より、迷彩服の戦略軍及び特殊作戦軍名誉衛兵隊が追加された。各革命学院生徒は、キーチェリに軍艦要略帽をかぶり、検証には特殊兵科城をつける。ただし、万元大革命学院生の制服が、 人民軍と同職の副次に対し、金正都市革命学院生、南浦革命学院生など、他の革命学院の制服は青緑色である。2002年4月25日の越平式では官房であったが、2003年9月9日の共和国建国55周年式典では略防となっており、移行官房は廃止されたものと思われる。 老農石英軍をはじめ各市民兵組織は、カーキ色の人民服と赤い青章のついた人民帽を着用しているが、近年ではそれぞれ変化が出始めている。まず、老農石英軍とその常備部隊である人民保衛隊は袖の気象で区別されていたが、人民保衛隊は2015年末頃より青緑色の人民服となった。赤いこの衛生年隊は、 藍色の学生帽やズボンを着用することもある。戦士用ベルトのバックルには、のチョソングルと星をいただく鎌と土の紋章が入る。女性兵士は2017年頭頃から、プリーツスカートとなった。建設部隊である、速度戦青年突撃隊も同じくカーキ色の人民服を着用するが、襟が解禁のものも見受けられる。また、青色の作業服や、 シャツなども使用している模様。2015年末頃より青色の人民服が導入された。第1師団所属だが、第3野戦軍直轄命令系統。なお、他に迷彩服を導入していない軍隊としては、イスラエル国防軍が知られているが、これは逐時専用の迷彩服を用意することが、困難な気候的、地理的問題のためである。ありがとうございます。